曜日久しぶりにあれですね、はい、もうやる前から長時間っていうのが分かってる仕事で8時出庫、あ、ちなみに寝坊しました。7時半出庫予定が8時出庫で、でまあ大体15時間ですね。はい、こんな感じで、うん、昨日が楽な仕事で、昨日が午後3時出庫の、8時頃帰ってきたの。おとといがですね、自分より、先輩なんですけど、会社の中に、まあちょっと以前にも話したように、まあある程度、一定数ね、なんと言いますか、容量が悪い人がいるって話はしましたけど、まあ先輩を乗せて、でまあ教えるって感じですかね。まあ、その先輩はやったことないとこなんで、教えるって感じで、うん、まあどうですかね、なんとかクリアしてくれるといいんですけど、はい、でまあ一人、辞めましたね。入ってきて、これではちょっと無理ですって、この仕事はで、この仕事もちょっと無理ですって出た人が、辞めましたね。早いな。時間がね、バラバラなので、同じ会社車庫使ってる人でも、まあ、私は全員知ってるんですけど、私オールマイティーにやってるので時間もバラバラなので、固定でやってる人なんかは、まあ、同じ車庫を使ってんだけど、名前しか知らない、顔見たことないみたいな人が結構いるんですけどね。あれ、なんか空いてますね。空いてますね。この先どうなんでしょう。今日ちょっと寝不足なんですよ。昨日が昨夜が眠れなかったんですね。なぜか正直ね、私もうつはね、完治してるってわけじゃないとは思うんですけど、睡眠がね、その一番ひどい時でも、一番ひどい時は本当にバカみたいに寝て、でバカみたいに徹夜 寝ないでって、なんかこう繰り返しをしてたんですけど、よくはなったと思うんですよね。前の日の夜からも明日仕事行くのがっていうのを考えるようなことはなくなったので、仕事自体も、まあ、やだなって考えながらやってるわけでもないのでね。まあ、私もね、この動画では、なんでかんでこう、愚痴言ってますけど、まあ、なんて言うんだろう、その100%本気の、愚痴と
というか、まあ、愚痴程度ですね、やってられないっていうわけではないので、まあ、本当にね思い込んでたらそれも嫌だっていうのもね、おそらく動画で喋ってないと思うんですよ。っていうか動画上げる気力も出ないんでそもそもは、こんな感じで、はい、まあ今日これまずね一発目を午前中やりましてね、それからねトラック乗り換えで出てきたとこなんですけど、今出てきて積み込み行って、1軒目に向かうという感じですね。でまあトラック乗り換えの時にちょっと、ご飯をごちそうになってお昼をで、まあ初めて行ったとこなんですけどね、安くてボリュームあってうまかったし、でまあで今日の積み込みのとこもなんかやっぱあったらしくて、うち自分のとこでの会社でのじゃないとは思うんですけどね、ちょっとね積み込みの仕方が変わりましてね、めちゃくちゃ慎重に検品してやってる感じだったのでね、普段よりだいぶ時間かかりましたね積み込みが。でまあちょっと押してるのかな時間的には。そうですね、うん、あとはですねまあね、コメントでちょっといただいたんですけど、まあね前向きな、ことを考えてやった方がいいんじゃないか、いいですよという話で、まあ確かにね考えてなかったですからね、そこまでというか、単純になんか動画で話そうと思ったら大体後ろ向きなまあそういう愚痴とかね、あれ事故かな、こんな感じなんですよ。っていうか前向きなことがねあんまり頭に浮かんでこないかな、そうですね。だから自分がね好んで見る YouTube の動画なんかもやっぱりね言ってみれば底辺系の、チャンネルをよく見るんですけど、大体ねまあ大体似たような感じですよね、皆さん愚痴とか、文句とか、やってらんないみたいな嘆きとか、そんな感じ。まあ私は、共感するとこもあるし自分もひどいのでねでまあ見てるんですけど、でもねこれがね それで思ったんですけど、まあねだからそういう動画なんかもね前向きになれるようなのを見りゃいいのかなとか思ったり、あとはね自分がその良かった時、良かった時は確かにね絶対見ないだろうなと、見てないだろうな、興味がないだろうなと思いましたね。ただ振りなんて絶対俺見ない、良かった時だったら見ないですね、時間の無駄だと思ってたと思うんですけど多分あとなんだ七原くんとかもそうですね、自分がいい時だったら絶対見てないなと。あ、七原くんはちょっと違うかな、七原くんはそれでも、ちょっと面白いんでね彼は、見たか、ただ振りみたいな動画は多分ほぼ見ないだろうな。だいたい見てたのがあれですもんね、そういう人の動向とかっていうより車とかバイクとか、あとなんだろうな、要は趣味系の
趣味系っていうかそういうやつばっか見てましたからね。いい時は自分が、ね、そうなんだよな。で、うん、まあそんな感じかな。はい、うん、なんかありましたかな。あとはとりあえずは、はい、この辺で一回切りたいと思います。はい、終わりかもしれませんがこれで。はい、では、はい、全部終了して、今帰るとこですね。はい、で、まあ仕事、よく前の仕事の時も、後輩から「どん底さん、あれ飽きないっすか仕事」とかって言われたことがあって、でその彼がね、その前どんな仕事やってきたのかわからないんですけど、まあ基本的に仕事嫌いってな人って、やっぱ飽きるって言葉結構使いますよね、仕事。うん、で、私の場合で言うと、まあね、本当に仕事楽しいと思うことはまあないのかもしれないですけど、まあ、なるべく、まあ、楽しいというか。ような感じにしたいので、だから要は歩合というか、まあ成果主義というかね、その裁量が出る、プロパンの仕事をやったっていうのもあるんですけど、でその前にやってたのもフォークマンなので、やっぱりね、それも、まあ裁量というかが出やすい仕事なのかなと。ただ、フォークマンの場合はね、まあ、給料は一定ですから、そんだったら、やったらやった分だけ、給料が増えるというね、仕事の方がいいと思って、プロパンガスやったんですけど、うん、そのだから考えることが、楽しいように持ってく感じですかね。はい、どうやったら早く終わるのか、数をこなせるのかっていうのをいろいろ考えるのが、うん、楽しいというか、ですかね。だから自分的には一番しんどいのがやっぱり、工場のラインは、正直無理ですね。はい、うん、要は、何でしょう、流れ作業というかそういうのをずっとやってるっていうのは無理ですね。うん、だからどっちかって言ったら一人で動いて、一人で色々考えながらする方が飽きない、自分の中では飽きない仕事かなと。まあ話すのがうまくないので、うん、そういう話すのがね普通にできる、普通にっていうか、饒舌だったら営業の仕事とかも
要はインセンティブがつく営業の仕事とかも多分チャレンジしたかなとは思うんですけど、どう考えても自分には そっちの方の、才能はないって自分で分かるので、それはやらないかな。でもそういう営業の仕事とかでもやっぱりいろいろ考えて、売り上げっていうか契約を上げるっていうのも面白いのかなとか思いますけどね。まあ大変だと思いますけどね。まあなのでね、でそのだから前の会社の とかでも飽きるって人、飽きるって人はね、ずっと要は、機械化っていうか、もう同じことをずっとやるってる人が多いですね。はい。なんか試すとか、こうしたら効率よくなるんじゃないかなとかっていうのを試すとかっていうよりかは、もう、うん、同じことを淡々とやるから飽きるんだと思うんですけどね。せっかくね、一人で自由、ある程度自由に動けるんだから、まあいろいろやってみるのもいいんじゃないかなとは思うんですけどね、仕事。だからそういう意味では運送でも、私はもう何ですか、もう行く順番が決まってて、まあ今の仕事もそうなんですけど、まあ行くお店なり、会社なりの回る順番が決まってて、で、時間も決まってて、ましてはね、通る道まで、決められちゃってるとかっていうところもあるので、ね、そういうのがちょっと無理ですね、私は。それはね、本当ロボット的な感じになっちゃうのでね。いや、雨がすごいですね。今日若い子がどうも苦戦したみたいなんで、でもあの子なんかも多分今楽しい時だと思うんですよね、仕事やってて。まあこれ明日はもうあれなんですよね、半日は新しい人じゃないですか、その先輩と二台出しで同じとこ行く感じなんですよね。まあ、その後がまた長いんですよ、私は。ドライブですね、かなりの。これ車運転する人で雨の日の夜、見えないって人いますかね。もう私はかなり見えないんですよね、これ。夜雨降ってる時、もうセンターラインとか、中央、まあこのぐらいは分かるんですけど、非常に 見えづらい、怖いんですよね、運転。てな感じで、安全運転で。でもそう、無事故無違反は結構長いこと続いてるんですけどね。なんとかね、継続して、まあゴールド免許はね、あれゴールド免許まであと何年なんだろうな。まあゴールド免許はきついと思うんですけどね。では、安全運転で帰ります。
はい、どうもありがとうございました。